はい、どうもちです。いや、サムネイルをねちょっと見てもらったらわかるかなと思うんですけど、昨日まで風邪ひいてましたね。この動画撮影する前の日までね。でね、タイトルのある通りですね、なんかうつ病になってからね風邪ひきやすくなったなって思ってるんですよ。なんかね2ヶ月に1回ぐらいはねなんかサクッと風邪ひいちゃってるなっていう気がしてます。まあそんなねこうガッと重くなるようなめっちゃ風邪ひいたみたいなやつってのはねそんなないんですけど、なんかね7度1分とかさ7度5分みたいな、要はその微熱って言われるやつ、まあ、あの辺の風邪をねよく引きやすくなったなっていう風に思ってます。だいたいねその1日とか2日寝てれば治るやつなんで、まあ、そんなにねその、まあ、引きやすくなったと言ってもっていうぐらいなんですけど、なんか季節の変わり目とかにね絶対風邪ひいちゃうんですよ。まあこれは昔からそうなんですけど、まあでも最近はほぼ確実に、まあ特にうつ病になってからね、うつ病になってから確実に引くようになったなって感じしてます。でなんでねそのうつ病になって風邪ひきやすくなったんかなと思っていろいろ考えてみたんですけど、まあやっぱり一つ目にはね運動不足ってのありますよね。運動してないとやっぱりこう免疫力が落ちるっていうことを言われてて、有酸素運動をね30分だったかな、それぐらいするとこう免疫力が上がってくるみたいな話もあるらしいんですけど、まあ、当然運動してないからねって話ではあるんですよね。で、2つ目はねビタミン D の不足ですね。これはね あんまり皆さん注目してないというか、ビタミン C がっていう話はよく聞くじゃないですか、風邪予防にね。でもあんまりエビデンス的にはねビタミン D の方があるみたいな話もあって、でねビタミン D ってね日光浴によってね体が出てくるって言われてるんですよ。なので、まあ、普段うつ病の治療とかしてるとさ、まあ、体調悪いですっていう人がほとんどの中で、そんなにね意図的に外出ないわけじゃないですか。で私もさ散歩のためにたまに外出た方がいいよとかって言ってますけど、まあ基本的にはずっと家にいるわけですよ。で仕事もね 99.9% 家でやってる仕事なんで、まあ、出なくていいから楽ってのはあるんですけど、まあ健康的にはねあんま良くないかなっていう気はしてますね。まあ3つ目としてはねやっぱり精神的な抵抗力が不足してるってとこですね。病は気からって言葉あるじゃないですか。私あれあると思ってて、まあうつ病の私があるとかっていうとさ、じゃあうつ病も病は気からなのって言われるかもしれないけど、ちょっと都合いい解釈かもしれないけど、それは違うと思ってるんですよ。うつ病は普通に病ですという中で、まあでもやっぱりこう気持ちが衰えてるとなんか敵からの攻撃に対して耐えられなくなっちゃうよねっていうのはあると思うんですよね。病気は病気だけど、その病気を防ぐとかね、まだ健康な状態の時に自分を病気から守る力っていうのはやっぱり病は気からのゾーンだと思ってるんですよ。もう病気になっちゃったらまたちょっと話は別なんですけど、でうつ病で病気の治療してますと、で気持ちも衰えてますって時に、まあ、風邪の菌とかが入ってくるとさ、あれちょっと熱っぽいなとか、なんかちょっと体だるいなってなった時にふえーってなっちゃうんですよ。やっぱりふえーってなるんですよ。昔だったらなんか全然大したことないでしょとか言って外出てね、まあ仕事したりとかやってましたけど、まあそれがいいか悪いかちょっと置いといて、まあそうやって抵抗するね、まあ力があったわけですよ。まあでもそれもね、まあ、うつ病になってからだとねなかなか抵抗する力もないよなっていうところですね。ちょっとね今回初めての試みとして YouTube のねアンケート機能を使ってみようかなと思ってます。そのあなたは風邪をうつ病になってから風邪をね、まあ、うつ病になってからとか他の精神疾患でも全然いいんですけど、風邪を引きやすくなったかそうではないかっていうね、まあ、アンケートですね。まあ別に医学的なあれとかじゃなくて本当に個人的なやつでいいんで、実際どうなのかなと思ってねアンケート機能使ってみようと思います。まあどっちかに多分なんかアンケートバッチ出てくると思うんで、まあそれで、見てもらえればいいかなと思います。というわけでね、今回はうつ病になって風邪ひきやすくなったんですよねって話をしてみました。まあ今回はちょっとね愚痴動画っぽくなりましたけど、普段はメンタルにいいことっていうのをね、うつ病経験者の視点からお話してるチャンネルになります。最近ちょっとメンタル病んでるんですよねっていう人はね、参考になる動画たくさんあると思うんで、ぜひ他の動画もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。